テレビはね、金に物を言わせてすごいことをするね。あのね、昨日、一昨日と、あ、同じ TBS だ、TBS の、上岡龍太郎さんのズバリっていう番組があって、で、それのね、年末、そっくりさん何十人スペシャルみたいのの、レポートに行ってきたんですけど、そこでね、一昨日の土曜日が、琵琶湖のそばに住んでる、役所の親父で、普通の村役場に住んでる親父で、ジェームス・ボンドにそっくりな親父っていうのがいて、マジで似てんの。ショーン・コネリーって言うじゃないですか。最近なんかワインかなんかのコマーシャルちょこっと出てた、ハゲた前の007ですよ。ベンベレベンベン、ベン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 ベレベンベン、ベンベンベン、あらー、奥さんですよ。あの人が、あの、ジェームス・ボンドことショーン・コネリーにそっくりな村役場の親父がいるって言うんで、言ったら、これが似てるなんてもんじゃないんだよ。本当に、ただあの、本当に役場に勤めてる、そこの琵琶湖生まれのただのおっさんなんだけど、タキシードなんか着てたら、ハゲっぷりといい、彫りの深さっぷりといい、口の周りのヒゲっぷりといい、本当に完璧、多分ね、琵琶湖のほとりにいるから誰も気がつかないっていうか、まあ違うだろうってみんな常識的に思うだけで、例えば、テレビ局のロビーとか、ね、それから撮影所、例えばハリウッドで彼が、村役場の親父なことを隠した上で、葉巻を食い出していたら、タキシード着て食い出していたら、本当に向こうの人でも、あ、007だ、でんでけでん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 で、あら、奥さんだって、みんな言うぐらい似てるんですよ。あら、奥さんは、僕のギャグなんでそれはないですけども、でも、思うぐらい似てるんだよ。で、いて別段さ、普通だったら、あ、似てますねで、OK じゃないか。それでいて、上岡龍太郎さんのいる、スタジオに連れてくればいいんだけれども、要するに、伊集院は発見しました。ただ連れてくればいいんだけど、なんせ年末スペシャルで数字欲しいじゃないですか。だから予算がすごいあるらしいのよ。ね。俺らが出てるような深夜番組は、ね、ゴールデンじゃない番組は、ハンディカム、普通の家庭用のさ、子供の運動会撮るみたいなビデオ一本撮るんだけども、3カメぐらい、3つ本物のカメラが来てて、で、その上予算が余ってるっていうんで、ディレクターが、ジェームス・ボンドをヘリコプターに乗っけて、で、ヘリコプターの縄はしごの一番下のところにぶん下がって、お待たせ伊集院くんって登場するっていう絵コンテを書いて、ニッコニコだ、もう行きの新幹線の中で、これはもう完璧にいるの分かってるから、ぶる下げるよ俺はって言って、もうすごいディレクターさんで行っちゃってる人だから、僕大好きな人なんですけど、その人がもう行きの新幹線で横の席に座りながら、僕のプランはすごいんだよ。このただの村役場のおじさんをね、ヘリコプターからぶら下げて、琵琶湖の向こうの方から、ブワー飛んでくんですよ。おいでて、ま、もうアップ、完璧にアップでカメラの真ん中のところで、伊集院くん、はじめまして手を振ってくるところを撮っといて、あとは編集で後ろにベン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 つけたら、これはね、スタジオの上岡さんも大爆笑だよって言うんだよ。で、俺も楽しみじゃないか。こう、似てるやつが似てるシチュエーションになるっていうことにも、ただの村役場の親父をぶら下げることに俺はすごく熱意を感じるじゃんか。したら、当日向こうに着いてから、そのヘリコプターの会社の人が、すいません、何度も僕無理だって申し上げたんですけれども、やっぱり警察から許可が出ませんっていう、警察から 100% 許可が出ませんで、これもう一回言わせてもらいますけれども、超一流の日本にいるスタントマンと、超一流の、例えば、アメリカ空軍のヘリコプターのパイロットの組み合わせでも、40% ぐらい死ぬらしいんだよ。それぐらいの組み合わせですってね。で、ダメですって言われたら、もうぶん抜けれちゃって、その上、じゃあ次は、ヘリコプターの、下のさ、なんていうのかな、着陸用のこう、バー、スキー板みたいになってるバーのところにしゃがんで飛んでくるとか言うんだけど、それもダメだとか、なんだかんだしてるうちに、雨降ってきちゃったんですよ。で、雨で、こうやって言ってでもヘリコプター飛べないかもしれないって話になって、どうするって言って、したら、また、現地に来るわ、ジェームス・ボンド、ジェームス・ボンドこと村役場の親父が来るわ。でいて、またこの人もただの朴突な人で、喋らせると、いやー、俺はいいけど、田舎の村だから、とかいう親父で、なんだかんだ言って、じゃあ、近江八景っていう町ですわ。近江八景っていう八幡様のある町なんですけれども、近江八幡だっけな、そんなんか近江八幡っていう、新幹線の米原からちょっとまた40分ぐらい行ったところにある町で、そこのなんとか山っていうその八幡様の近くの山にロープウェイが、観光用のロープウェイが通ってるんで、そのロープウェイの屋根で俺と戦うって言い出して、いや俺はレポーターだから見る方だからそれは嫌だ、結局
何ボンドガールであるところのただの普通のソビエトから、元ソビエトのロシアから、出稼ぎに来てるお姉ちゃんを横に乗っけてヘリコプターに乗ってヘリコプターの窓を外してドアを全部外してでそこからこう何あのちょっと半分ぐらい身を乗り出してやー伊集院くんっていうなるシーンを撮ってそれでもなんか本当にね結構な雨降ってる中強行でヘリコプター飛ばしてていいのかよっていうロケで明日もよろしくって言われて帰りに渡された台本が御殿場にブルース・ウィリスそっくりな写真屋の親父がいるこれが似てんだよってまたディレクターがでいて何するんですかっていや今日みたいな企画倒れとかもあるからまあ当日行ってのお楽しみっていうことだなって言って、御殿場行きました。そしたら僕の控え室っていうかまあバラックなんですけれどもだだっ広いね自衛隊の演習場のすぐそばのだだっ広いのっぱらですよ。のっぱらの横に掘ったて小屋みたいな控え室が立っててその中にちょこんと後ろ姿はまるっきり写真屋の親父で前から見るとブルース・ウィリスというこの世にもすごい不思議な生物が座ってるじゃないですか。で座ってて何をやらされるんですかって聞いてもいや僕もまだ聞かされてないんですけれどもとりあえず200メートル猛ダッシュできるかどうかだけ聞かされてるんですって聞かれたんではいとは言ってるんですけどあそうですかじゃあ僕ちょっと現場見てきますわって言って50メートルぐらい行った現場のところを見たらみんなが爆薬を埋めてるじゃないですか。ねえ、火薬を200メートルのまっすぐな道の両サイドに10発ずつ火薬を埋めてるじゃないですか。しかも、高橋レーシングというね爆発者だったらば西部警察からたけしのお笑いウルトラクイズまでっていう爆薬のエキスパートたちがたくさん爆薬を埋めてるじゃないですか。おいでいて高橋レーシングの高橋さんってもうこのすごい偉い人もう火薬王みたいな人が、サービスサービス。もっと灯油ぶち込んどけとか言ってたじゃないですか。私の嫌な予感はまさか写真屋の親父を両サイドが爆発してる中住んでるところで避けながら 200m 走らせるのでは思いましたよ。違いました。そんな安易な企画じゃないです。その後ろからフェアレディ Z が追っかけてくるというこれで一応クレの神岡龍太郎スペシャルこれ絶対見てください。こんばんは、伊集院光です。いや俺はね本当にね今週の土日はね誰にも似てなくてよかったと思ったよ。すごいもん。ほいで AD さんがとりあえずまず走って爆破してみるっていうところで AD さんも結構命からがら走ってるですよね。ねでいて AD さんで大丈夫だったから大丈夫ですよって言うんだけどどう考えても写真屋の親父の方が AD さん若いんだからどう考えても写真屋の親父の方が体力ないじゃないですか。すごかったで、ね、だってあまりにブルース・ウィリスに似てるからこう見た目はちょっと貧弱だけど出来上がった絵っていうのは向こうの方から俺があれは一体なんだって言うとまずあれは一体なんだで一発爆発なんですよ。もうすでにあれは一体なんだって向こうの方にカメラに捉えきれないぐらいの大きさのブルース・ウィリスが。だからこれ別に誰でもいいんですよ。同じ服装してればカメラの大きさには分かんない大きさのブルース・ウィルスの横5メートルぐらいのところで10メートルぐらいの火柱が上がるところまでまず撮るところがあって、ね、あれは誰だーボーンっていうのがあってでえあれが噂のブルース・ウィルスではっていうとまたタッ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 タしてきて両サイドでバーン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 って爆発してで最後ねあの予算余ってるから家が建ってるんですよ。小さい家が建っててまあよくよく考えてみれば先ほどまで僕らが控え室で建てた家なんですけどもその何プレハブが建ってる前のところでブルース・ウィリスがこう何横にフェアリー Z に引かれる寸前にバーって飛び上がるとその横のところをフェアリー Z がうわーんって飛んでジャンプ台を飛んでその天井からそのプレハブにボワーンって突っ込むシーンですんごい迫力あんのよ。変な話初めて見た人はただ単にすごい映像だと思うと思うんですよ、ね、ちゃんと頭の中にあいつは写真屋の親父であるっていうのをインプットしないとすごいアクション撮ってると思うんですよ。これはね予算のあり方が異常だったもん。だってすごかったのがボンボンボンって言ってブルース・ウィリス横に倒れるフェアリー・ゼットが飛んだ。ほいでいて屋根の上からフェアリー・ゼットがもう直角に落っこってくるんですよ。要するに1回
放物線の頂点を通り越して直角でドガーンって落っこちる予定のところが、割とこの、あの、何行く途中でボガーンって壁の横に突っ込んじゃって、でもわらわらこう煙上がってる。ブルース・ウィリスはすぐ避難だ。ブルース・ウィリスはこと写真屋の親父ねは避難して、でみんなが消火器でシャーとか言って、おい3番目の火薬のタイミング悪かったぞとかなってるところに、ディレクター行ったね、NG！ NG だよおい！ NG って言うやいないよ、大道具さん。もう一回プレハブ立ててんだよ。これはね、すごい。あんなに予算のかかったレポート。すごい、すごい珍しいと思うで。ほんとね、高橋レーシングの親父ってのは豪快で、この人は何言ってもやってくれる人なんだ。基本的に何言ってもやるっていうのが自慢で、で、高橋レーシングのおっさんと休み時間に話して、一番そのおっさんの名言だなと思った言葉が、ちっちゃい頃火遊びしてるとお母さんに火遊びだけはやめなさいって言われたでしょ、おしっこ漏らすからやめなさいって言われたでしょ、俺はね50年やってんだよっていう親父で話してる中で、よく海外とかビル爆破とかあるけど、ああいうの高橋さんできるんですかって言ったら、いやな、俺がな頼まれれば、国の許可さえ下りればサンシャイン60、2分で爆破するいや頼まれねえから大丈夫だよそんなんな1曲目、今日の1曲目はですね、12月6日発売、高見博之さんで教えて聞いてもらいましたけれども、もうね、高橋レーシングの親父さ、スペシャルウィークとかゲスト呼んでさ、爆破してもらいたいね。TBS のビッグハットがやったら3分で爆破すると思うよ。お願いさえすればね。あの TBS の局長がお願いだから爆破してくれって言ったら、もうすごいよ。みんなに喜ばれるテロって言われてるから、あの人は。みんなに、あの人は、あの人がテロなのか、ね、もしくは日本一の火薬屋さんなのかは、みんなに、あの、願われてやってるかどうかの差だけだから。本当にすごかったもんな。あのね、何がすごいって言ってもね、あんなでかいから火柱が10メートルぐらい上がっちゃ、知ってる？火柱10メートル上がる爆発って、本当にキノコ雲になるんだよ。あの、全く無風状態で、その火薬で縦に直線状にボーンってやると、よくお父さんとかが子供に向かってほっぺた叩きながら丸い輪っか出してくれたじゃん。あれの直径20メートルぐらいのやつができて、飛んでくんだよ。すんごいかっこいいわ。で、高橋レーシングの連中ってのは火薬が一つと、それがカースタント、これが一つで、そのフェアレディで追っかけてきて飛ぶ人も当たり前のごとく飛んでるんですよ。で、そこがその自衛隊の演習地のそばで、モトクロス場でもあるんですよ。モトクロス場でもあるのを一日借り切ってんだけど、まあ、A 面 B 面の片方の方はモトクロスをやってるわけですよ。で、モトクロスのバイクのやつらが怯えて飛べないような、あの山あるじゃないですか。あれを飯食い終わった後、時間があるからっていう理由で飛んでんだ、フェアレディでね。フェアレディでピューンボーン、ピューンボーンって飛んでんだよ。で、またこのフェアレディがさ、着地するたびにさ、ヤッターマンの目かよろしく何か起こすんだけどさ、大丈夫大丈夫、重要な部品じゃないと思うっていう理由で、まだどんどん飛んでくんだよ。で、本当に俺ら、一回飛ぶごとにバンパーボコッと落っこちったりとかして、そういう状況のフェアレディなんだけど、ボンドガール役で前の日ついてきたそのロシア人の女が、一言言ったこと、ね、飛ぶたびに部品が落っこちる、ね、落っこちる、そのフェアレディを見て、ボンドガール役だよ。ね、ボンドガール役が言ったこと。ハバロフスクならまだ乗れる。これが、俺の中ではビシッと決まった一頃だったね。でも、ほんとね、自分の出た番組でも自分がちょっと恥ずかしいなとか、かっこ悪いの出ちゃったなと思う時には、あんまり声出たから見てくださいは言わないんですよ。例えば今日出た NHK 教育とか、一生口の中に閉じておくんですけども、これはね、TBS では言うわけじゃなくて見てほしい。俺のレポートのとこだけでいいか見てほしい。マジで似てるで。特にショーン・コネリーの方はすごいわ。で、ショーン・コネリーはなんか病気で胃かなんか悪くして入院して、武将髭が生えちゃうまで、だから45ぐらいで入院して武将髭が生えちゃって、看護婦さんに言われるまで自分がショーン・コネリーに似てることに気づかなくて、単なる若ハゲだと思って半世紀過ごしちゃったらしいんだけどね。もったいないっちゅうのをね。じゃあ今日もここでですね、ファックスをですね、開けておきたいと思います。まあファックス基本的にはフリーです
ね、うちの近所にもこういうおっさんに似てる人がいるとかあるじゃないですか、そういうやつがね、テリー・サバラスにそっくりな報い犬がいるとか、そういうんでも結構なんですけども、あのそれからあとメインとしてはこの後ですね、いろいろ発表しますけれども、チケットプレゼント、私はこういうチケットが欲しい、今一番私の見に行きたいライブ、でチケット入手困難なものはこれですみたいなのを、ファックス番号東京03-5563-1960、東京03-5563-1960まで送ってください。待ってます。Yes, TBS. Absolute Rapper Bombers Radio Monday. Jewishka.まああの先週あたりから私怒鳴り散らしてますけれども、12月18日のこのですね、アップスマンデー伊集院光の深夜のバカ力、もうすごいね。先週ねこのお知らせを聞いちゃった人はね、もう口から泡を、口どころか耳からもね、内耳の横からもう泡を出して、その湿り気で中耳炎っていう人はすごく多かったぐらいなんですけど、今週なんか聞いちゃった人はきっとね、もうあまりにも内容すごすぎてね、あのその辺にあるものを似ちゃうね。カボチャは元より善次郎まで似ちゃうね。そのあの何でも似ちゃいたくなるような企画とは、一応インターネットスペシャル特サンタのプラチナチケットプレゼント、年末とかですね、まあ、あの今から発売されるライブのチケットね、やっぱり年末はですねビッグアーティストが多いですから、注目されてるものはですね5分とか10分で売り切れになるわけですよ、売り切れに。そういうですね入手困難なチケットを、この僕ちん、もう芸能界で一番友達が多い男ね、2番目に友達が多い男、1位がね多分ね、小倉智昭さん、うわ友達少なそう。まあこの伊集院光がもう友達とか業界、もう俺業界でもすごい力持ってるじゃんか。どれぐらい力持ってるかっていうと、年末特番の出演の依頼がレポーター以外なしっていうぐらい力持ってるんですよ僕は。メインの企画は何もなしっていうぐらい力持ってる僕が、この僕自身のネットワークを、業界ネットワークをフルに使ってチケット手に入れて、リスナーしかも売り切れだよドラえもん通り抜けフームを出してよ、え何使うのそれっていうようなっていうようなリスナーのオンドレ様ね、オンドレ様皆さんたちにですね、あのプレゼントしようというね、もうリスナーにとってすごい嬉しい企画なんですけども、じゃあなぜ素直にサンタじゃなくて前に毒がつくのかは教えられないんですけれども、今んとこですねこれプレゼント予定ね、予定、あくまで予定しているチケットは次の4つです。まず1つ目、オリコンチャートもぶっちぎりの1位、ルナシー12月22日日本武道館。そして2つ目、 XJAPAN 12月31日東京ドーム。なおですねこのチケットに関してはですね、一塁側のどんまん前の方の席をすでに私のネットワークでもう僕がね、あの先週聞いてもらった人は知ってると思うんですけど、X の事務所の社長に、あ俺が行くんだからって言ったら、伊集院さんだったらもうもみてもみてもみすぎて手の中で柏餅が5個できちゃうぐらいもみてして、もうペアでいただいておりますんで、これはもうすでにゲットしま、予定じゃなくてこの XJAPAN については決定です。そして3つ目、さようならシャランキュー1月30日日本武道館。そして4組目、スピッツ1月13日渋谷公会堂。そして5つ目、もらう前にローリングストーンズ with アミンの左、ネギガツ牛日インドロンコ広場。かなり厳しい、最後の取れなかったのよ最後のはもうドロンコ広場の広場長にすごいお願いしたんだけれども、ごめんネギガツの分はね、ほんと鳥日のはあるんだけれども牛日はもうないっていうんで、ごめんなさいローリングストーンズファンの方本当にごめんなさい、最後のは取れなかったんですけれども、私のネットワークを使って次々と予定が決定になってます。先週の段階では X のね事務所の社長がね、もう七重の腰を八重に折り、古い言葉をしてますね、七重の腰を八
前に降り、私にお願いだからプレゼントしてくださいと持ってきたペアチケット。ね。ね、これだけが決定だったんですけれども、この前ですね、木曜日にシャランキューのチケットが発売になったんですよ。これに関してはいろいろごたごたがあって、先週の月曜日からチケットピアに一応私の使いのものをね、七重の腰を八重に折り、俺がお願いしてね、しかもただの大学生にね、お願いして、俺本番あるから並んでくれって月曜日に並ばしたところ、シャランキューはこの日電話予約しかない、電話予約しかなくて、しかもこの電話予約も売り切れ必至であるっていうことで大変なことになってたという状況までお伝えしましたよね、私ね。ね。で、ちなみにね、どれぐらい大変なのかっていうのに一応、はがきが来てるんですよ、1枚。伊集院光のアップス、チケットくれ、シャラン級の係。ね、はい、こういう人は偉いですよ。ね。2と言ったらプリ。ね。杉並区の飯尾さん。あ、これまだ当たったわけじゃないですから。ごめんなさいね。当たったわけじゃない。ノミネートの一番上ですからね。伊集院さんお願い。本当だったら自分でシャラン級のチケット取りたかったんだけれども、11月23日の発売日、起きたのが10時の35分。10時発売でしたね。すぐに電話して、かかったと思ったら、かかったと思ったら、完売というピアノお姉さんのテープ。いやが王にも伊集院様の力が必要になった。だから、チケットを絶対にくれ。ケンちゃんお願い、本名でやろうにやろう、ね、ちょうだい、これからもアップス聞いていくからお願いお願いってすでに来てるわけですよ。10時35分でもう遅えよ、10時35分に起きたっていう段階でもうね、遅え、もうダメ、ダメすぎ、ね、ダメ病、ね、もしくはね、ダメゼミ、ね、ダメ犬、ね、ダメバト、ね、僕らの作戦がどれぐらいすごかったかね、並んでも取れませんと。で、電話予約、ね、電話予約もすぐにいっぱいになりますと言われて、俺らが出した奥の手、ね、早起き。で、電話。ねえ。11月23日木曜日、勤労感謝の日に、朝9時集合。作戦会議。ここから作戦会議ですよ。ね、おいでいて、祝日ですから。特に怠け者ディレクターの永田なんていうのは、なんでうちで娘と遊ぶとか息子とダービースタリオンをやるとか抜かしてるさなかに、うるさい来やがれですよね、うるさい来やがれでみんな集まって、しかもTBS のスタジオの中に電話をいっぱい引いてもらって、このスタジオも撮るの大変だったんですよ。なのに伊集院光のアップスっていう名前でスタジオを予約すると、あの番組は生なんだからおかしいだろうって話になるんですよね。だからない番組の名前をでっち上げてね、梶原茂の本気でどんどんで撮ってね、やったですよね、やったですよ。で言ってね、一応今からお聞かせするのはその日の僕らの血と汗と涙の入手大作戦ストーリーなんですけど、シチュエーションとしてはね、まあ、9時集合してスタジオの中には全部何人いたんだ、俺とその並び屋をやった大学生と、七重の腰を八重によりお願いしたその友達、それとディレクターの永田、そのさらに友達5人ぐらいいて、で、この5人が1人で、3本ないし4本の電話を持ってるわけですから、20本ぐらいこの電話ありましたよね。もう電話ドゥワーってあって、それを片っ端からかける体制で、さらにはみんなの持ってる携帯電話をもう1人のやつに、もう1人のまた友達だ、で友達に持たして、携帯電話を 4,5 本持ったやつを TBS の屋上に待機させて、お前も回してろっていう状況で、一応テープに入ってるのは、発売開始2分前ぐらいからですね、発売開始の10時2分前ぐらいからですね、とりあえず電話回線のチェック等しているところから、熱き男たちの戦いの模様を聞いてください。ん、本日こちらシャラン級のコンサートチケットは午前10時より発売開始となります。10時になってからおかけ直しください。お電話ありがとうございました。はい、チケットピアです。いや、永田君、はい、君はいつもはディレクターで偉いんだけれども、はい、今日はテレフォンクラブの副隊長だな。僕ら偉くないんだから。ここまで来て怒られてる人ってのはね。うるさいよ、怒られてて、はい、テープなの。はい、1分前切りました。ラスト30秒。おい、テレクラ方式、フックに手かけて、もうフックに手かけて。15秒前。ゼロさんいるのこれ。ゼロさんいらない。9、8、7、6、5秒前、4、3、2。一本入ってる。嘘、バカ、連続。だが、繋がってるしない？まだです。なんで大変、混み合うな。今、10時ですね。発
8分を回りました。始まって8分、1回もつながりません。お話し中が、3、4回、まあ3、4回あるきり、お話し中3、4回だとほとんどつながりません。現在使われたのが間違ってんだよ、もうこれ間違ってる絶対。今ですね、10時20分ですけれども、長田さん何ポートピア読んでんですか。もう長田さんの電話も借りますよ。もう週最後はどうかな。いやいや変えなくていいキャラクターを。ゾエさん、おし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 お前うるさかったね今。日時で受付をしておりましたチェランキューのコンサートチケットはチケットビアでの予定枚数を全て終了いたしました。お電話ありがとうございました。はい、チケットピアです。本日こちらセランキューのコンサートチケットはチケットピアでの予定枚数を全て終了いたしました。お電話ありがとうございました。レモンクラブ解散。バイバイ、ありがとう、さようなら、愛しい恋。いやー、もうね、今このテープ聞いてもね、感涙もしくはね宿便、もうねずっとかかんないんですよ。で、これチケットピア取ったことある人ならわかると思うんですけれども、あのね、まず電話かけた時点で、ピンポンパンポン、ただいまこの電話番号は大変混み合ってますっていうのがあるんですよ。大変混み合ってますっていうのが出た時には、これはもう第一段階では電話局の段階で繋いでもらってないんですよ。でいて、その次の段階としてお話し中っていうのがあるんですよ。お話し中まで行くと一応チケットピアの手前のところまで電波は行ってるわけですよ。行ってるんだけれども U ターンして帰ってきてるわけですよね。スッと帰ってきてるわけですよ。で第3段階っていうのがやっとオペレーターの人が出るっていう段階なんですけれども、10時20何分までお話し中ですら5回ぐらいだったね。同時にかけてきてね、ダメだったんですよ。ところがね、すごいどんでん返しが、あの星一徹いうところのどでん返しがね、これすげえ感動するぜマジ。俺今聞いても泣きますよ。このテープちょっと聞いてください。ギャンだね。でもね、ダメだこれね。一つだよ、悔しいな。取れました。よーし、よし、そう、名前今ちゃんと取れました。こうやって全滅だもん。いつ10時8分頃に。8分、よっしゃよっしゃよっしゃ、すぐ来いよすぐ。何してたんだお前。屋上で警備の人に止められちゃって。うわ、取れたのね、2枚取れたのね。OK です。発射、無理やすい。もうどこだけだ。うわ、泣きゲロ。もうね、泣きゲロ出まして、これはね、あの細かく説明するとどういうことかっていうと、僕ら虚脱状態でした。多分ね、2分間ぐらいですよ、2、3分虚脱状態のところにですね、あの屋上に待機していた携帯電話男がスタジオ入ってきたですよ。ほいでいて、僕取れましたですよ。でその段階で俺は歓喜ですよ。細かく話してると、こいつがあのバカっていうかポルカ脳っていうんですか、脳みそがポルカ脳なものですから、屋上で撮れた瞬間、10時8分ぐらい撮れたんだよね。10時8分ぐらい撮れてて、撮れたーって騒いでるところで警備員さんが来て、屋上がうるさいってんで警備員さんが来て、なんだって言われたら、あのなんだって言われてるんだけど、まず自分の予約をしなきゃならないんで、警備員さんにあっち行けあっち行かないの騒ぎがあって、警備員さんに捕獲された上に、なんで来てるんだ、伊集院光のアップスマンデーです、なぜお前はチュースデーなのにっていう感覚のやり取りがあって、ほえで連行、半連行状態でここに戻ってきて、あの騒ぎ、2枚取りました。2枚。で、日にちが、1月の30日、1月30日のシャランキューのチケット聞いたらね、チケットペアの電話用が10分、10時10分で、武道館ってすごい人数入るんだろ ?2days あんだろこれ。2days で、武道館で1回何人ぐらい入るの ?8 人ぐらい入る男便所かよ、それ。ねえ、1万人近く入るわけだから、2万近いチケットがあるわけですよ。ね。それ10分で終わりなんですよ。でいて、8分ぐらいで、
で、なんか、いろいろ聞いたら、携帯電話はかかりやすいとかっていう話があるらしいんで、なんか、携帯電話を使いこなして、いわゆる携帯電話が、つながるまでのタイムラグも読んだ上で10時ちょうどにかけられるような腕さえあれば、携帯電話の方がつながりやすいっていうのを僕ら学んでですね、俺、すごいよ。今テープ聞いても手に汗握っちゃってますよ、もうすでに。これただ油性を変えるって言ってもあるんですけどね。チケット取れました。今のところ2勝0敗。2勝0敗。もうね、俺のね、ネットワークの凄さね。まあ、正確に言うと、俺の友達の大学生のネットワークの凄さなんだけどもね。もう、シャランキューの事務所の社長が、七重の腰を八重に折りだ。な、俺のところに使ってください、プレゼントにっていう状況だ。ね。まあ、とりあえずですね、シャランキューファンの人、ちょっと安心して応募を返してもらいたいと思います。じゃあ、ちょっと一回曲聴きましょうか。私、興奮してきました。シャミダレクイズで、マイベイブ君が眠るまでをですね聞いてもらいましたけれども、すごいやついるね。今来たファックス、これね、匿名、シャランキューのチケット03以外の地域からだとかかりやすく、春日部や市川、小田原、わらび、名古屋、川崎などの友人知人を頼みまくり8枚取りましたっていうやつがいて、まず移住インターネットとしてはこいつを仲間に入れよう、スピッツに向けて、スピッツを仲間に入れて、こいつと友達になろう。でいて、こいつも、スピッツの発売っていつ？いつ？え、日曜。12月3日日曜。12月3日日曜にこいつを呼ぼう。こいつを呼ぶか、チケットピアのバイトを巻き込むか、あとは、テロね。電話線を全部切るテロ。高橋選手の人に、チケットピアの回線のそばに、また大盤振る舞いで火薬を仕掛けてもらって、10メートルの火柱が、ポッコーン、ポッコーンって言うと、俺たちかけても繋がんねえじゃねえかい。じゃあどうすんだよ。全部ばかりじゃダメだよ。一回線だけ糸電話みたいなの残しとかないと、直接回線だけ残しとかないと、すごいな。どうしてなんだろう。うわ、すごい裏技とかあるじゃんか。すごいな。これ一個今入ってたファックス。江東区のペンネームくるぶしハッカーさん、伊集院、俺がチケット取りの裏技を教えてやる。あ、これ言わねえ方がいいかな、言うと。でもどの道無理だろう。え、言わない方がいいか、これ言ったらまずい。なんかすごいぞこれ。いや言っちゃうぞ、深夜だもん、言っちゃう。まずアメリカに国際電話をかけて日本にコールバックしてからチケットの、チケットの、今、北京放送と懇親。すごいことがあるんだな。で、一応ですね、応募の方なんですけど、受付中です。決定してるもの、これはプレゼントが出るのが決定してるのが、12月31日の X ジャパン、京都で1月31日のシャランキューの武道館、ね、X ジャパンの東京ドーム、シャランキューの武道館、これは決定しています。で、今、頑張ろうとしているのが、1月13日の、スピッツ、ね、1月13日のスピッツですね、渋港ですね、それから12月22日のルナシー武道館、これは実はもう発売になってソールドアウトになってるんですけど、一個俺試したいことっていうのがあって、これかなり期待薄なんですけど、ルナシー取れなかった、だってこれもまた10分ぐらい頑張れたんでしょ、取れなかったっていう人は最後の望みで、はがき代無駄になってもいいっていう感じで応募してください。あとですね、17月6日のマルコシアスバンプの焼津魚センター。これは今からですね、ちょっと考えてるっていうところです。発表の方は12月18日、抽選は12月18日です。いずれかのチケットが欲しい、なぜ欲しい、どれぐらい欲しい、もしくは、ここに書いてない、これ以外のチケットで、私はこれが取れないで困っているというのがあったら、それも特別に入れていきたいと思います。郵便番号107-06、TBS ラジオ伊集院光のアップス、誰々のチケットくれの係まで、どんどん送ってください。特にね、希望が多いものとか、これなら俺は取れると思ったものはどんどん追加していきたいと思いますんで、マルコシアブスバンプ等ね、大好きでそれでもチケットが取れない人とかですね、いたらですね、どんどん送ってください。オーザーパフォーマンスラディオ from Monday through Fridayパフォーマンスラディオマンデー10円引か筋肉番付、体がでかくて僕とツフェイス、緑のジャージの成人君主、見つけたよ仕事先で女筋肉。前さ、俺がブツブツ言ってたさ、テレビの、テレビジャンっていうスポーツニュースの企画で、ボーリングをやらなきゃならないって話をしててさ、ボーリングやったですよ。ね、で、結果の方は来週からオンエアなんで、まだこれまた見てほしいんですけども、その中にね、佐藤なんとかっていう、女子プロボーラーの、やっぱりランキング何位かっていう人がいて、
その人ね24歳ぐらいなんだけどね、ボーリング界のトルネード投法って言われてるキャッチフレーズがついてるんだけど、すごいよ。ボーリングなんつうの、ボーリングってこう時計の振り子みたいに後ろに振りかぶって、まあ手が後ろ90度ぐらいまで行ったら前90度まで離すっていう感じじゃん。頭の真上まで振り上げんのよ。頭の前、どう言ったらいいのかな、ちょっとみんなボーリングの格好を家でして、4畳半で。ボーリングの球を持って、まず最初セットポジションに入るじゃん。それで言って、普通の人は、後ろにボールを90度引くだけで投げるじゃんか。ね。いや、ちゃんとやってるか？須田佳代子追悼記念ボーリング教室だからな。それが、90度ないで、頭のてっぺんまで180度まで、白鳥みたいに行くのよ。ほいでいて、そのままだと勢いついて、肩の関節は脱臼して、目の前にボール来るから、後ろに振り上げると同時に、逆の方の手は、前から頭の上に向かっていって、わかる？前から頭の上に向かっていって、上で、ピターってボールを止めるわけですよ。わかりますか？言ってること。ほいでいて、また逆回転、元に戻す感じで、ゴローンって投げんですよ。ほいでいて、それはやっぱりボーリング界も個性がないから、個性がないからは伝わってるから、伝わってるのは大丈夫だよな、ちょっと家でやってくれ、ボーリング界も個性がないからそういうの人気取ろうとしてるんですかって言ったら、その投げ方以外知らないっていうストレートな答えよ。ガーって。でいてね、あのね、21歳でバイト情報を見てたら、ボーリング場でアルバイトしませんかっていうのがあったから、それまでボーリングほとんど1回もってはやったことなかったのに、行って、すごい暇のボーリング場だったから、ゴロゴロやってたんだって。したらプロになっちゃって、賞金ランキングに入っちゃったんだって。で、なんつうのかな。でいて、その投げ方で一番困ることは何ですかっていうと、小さいボーリング場に行くと、上の方にさ、プロモーションビデオとか流れてるモニターあんじゃんか、あれを叩き割ってしまうことが多いっていう。多いってお前。だから、頭のてっぺんまで上げるから。すごいっすよ、これは。横綱だよこれ。俺大ファンで、顔もねそこそこ綺麗な子なんですよ。横綱だ、顔の評価これ関係ないしね。だからまあ筋肉番付的にはね、もうちょっとジャージが似合ってくれても俺の中ではグッて感じだったんですけどね。これじゃあですね、筋肉番付ちょっと行きたいと思います。そういう、筋肉が想像のを絶してる男ね、荒川区ペンネーム泥箱スタオ、僕らが小学校6年生の臨海学校で伊豆に行った時のことです。2日目の磯の生物の観察の時間、先生の磯だまりの生物を一人一種類採集してきなさいの命令に、各生徒岩場に散ったまではよくある光景だったのですが、ね、想像つくよね全然ね。ふと気づくと、飼育係に立候補でなった男野村くんがいません。6年1組の野村くんといえば、スパルタウサギ調教で校内には知らぬ者がいないほどの動物好きで、5年生の林間学校の那須高原ではその山の生態系を乱すほどのメスカブトを取ってきた男として、今回の臨海学校でも密かな注目の的だった男です。その野村がいない、僕らは楽しみにしていたダウンタウンの番組がバレーボールで中止になったほどしょんぼりしていたのですが、今週の野村版ごっつええ感じは30分遅れで始まったんです。集合時間を過ぎること30分、遥か遠くのテトラポットのまだ向こうから砂煙を開けて野村くんが走ってくるじゃありませんか。しかも背中に死ぬほどアワビが入った網袋を担いで、みんなが、それどこにいたの、どこで撮ったのと聞いても、群生地とだけ答えて、得意顔の野村くん宿舎に戻ると、大きな模造紙に極太マジックで最終現場と汚い字で書くと、その下に色マジックで汚い絵で、右手にアワビ、左手に木の棒を持った自分と、そのバッグに漁村、その傍らに倒れている漁師さんを書き連ね、あとは太マジックで36個のアワビ一つ一つにつけた名前を書き出していました。その夜、漁協の人らしき人数名が怒鳴り込んできた時も、せめてジョンソンだけは置いてってくださいと食い下がっていたムツゴロウ野村、今伊豆港大関、動物にすごい執着するやついたな。でも俺らのとこにいた限度っていうのは、あの自然石の岩場を崩しちゃうやつっていたで、なんかその隙間に入ったカニが取りたくて、うーんっていうさ、でいて、そういうやつ頭悪いからさ、自然石だから動かないと思うとさ、棒とかを突っ込んでカニをさ取ろうとしてくるんだけどさ、すごい腹立ってきちゃって、カニ突き始めちゃってさ、もう中でふんふんって突き始めちゃってさ、中から黄色い汁がテローリと流れたりして、もうカニ俺に歯向かったカニに対して処罰っていうことだけになっちゃってるやつとかいるな。もう一枚いける、いけない、いけない、いける、いける、じゃあもう一枚ですね。
面白いの今回多いんですよ、すごく。東京都長野区ペンネームテレフォンモンガモンガ。あれはまだ僕が小学校3年の頃、近所の珍肉兄ちゃんこと、これ西海くんかな、西に海、西海くん、間違いなく実名っぽい名前だろうかな、西海くんのマンションへ遊びに行った時の頃でした。小学校6年生にしてすでに体重80キロを超えていた彼は、僕ら年下のガキ連中に海兄ちゃんと親しみを込めて呼ばれていました。8階に住む彼の家に僕ら友人含めて4人で、もうすでに僕たちの間で恒例になっている8階までのエレベーターゆすりを満喫しました。その日は普段よりも余計に揺れていたので、その揺られ心地を寄せばいいのに海兄ちゃんに報告したところ、俺が乗ればもっとスリル出るぜと言ったので、1階までの下りのエレベーターで一緒にエレベーター揺すり、かっこ僕らの中ではすでにオリンピック競技になっているをすることになりました。それは僕たちが今まで経験したことのない、今スペースシャトルから地上に降りようとしている宇宙船の中にいるような激しさでした。とそこまでは良かったのですが、エレベーターの中の電気が2回ほどフラッシュしたかと思うと消え、やはりエレベーターはストップ。僕らはエレベーターの中に閉じ込められてしまいました。泣く僕らを横目に海兄ちゃんは、俺に任しときーと力強い言葉、僕は非常ボタンでも押してくれるのかなと思いきや、海兄ちゃんは力任せにエレベーターの扉をこじ開けたのです。しかし運が悪いことに、そこは4階と3階の間、3階の扉の上の方が少し開いている程度でした。足元のところが少し開いてるってことだよね。足元のところに3階がちょっと見えてるってことだよね、程度でした。そこで海兄ちゃんの筋肉力フルパワー、その3階上部の隙間に手を引っ掛けると、その上部を持ち上げるようにして思いっきり引っ張ったのです。するとエレベーターのギシギシという音とともに、エレベーターは少しずつ下降、見事3階から脱出することができたんです。その後海兄ちゃんはウェイトリフティングの道に進みましたが、僕らは今でも4人揃うと、あの時よくエレベーターが人力で動いたよなぁと海兄ちゃんを酒の魚に盛り上がってます。大関いるな、なんかさ、すごい強くてさ、あのなんだかクラスでは弱いんだけどさ、近所に帰ると子供たちの間で番長なやつっていたよな。まさに海兄ちゃんだよ。でちょっと大関連発でしたけれどもね、まあ、景気づけのためにも、じゃあこの2人にもちょっと面白かったということで、ステッカーに加えて、豚霊の、ブロマイドを送りつけます。いやでも、チンニク番付宛先は郵便番号 107-06 TBS ラジオ伊集院光のアップス、チンニク番付の会まで待ってます。みんな悩んで大きくなった。都会が孤独なコンクリートジャングルなんて本当によく言ったもんだよね。確かに人はたくさんいるんだ。でも僕が街で見かける人には顔がないんだ。寂しくなってふと夜夜空を見てると、細い細い電波の糸かもしれないけど、俺とお前はつながってる。そんな時に DJ やっててよかったなーなんて思いつつ寝ゲロだね。そういう、そんなみんなのその細い、いや噛んでるもん、あの細い電波でしかキャッチできない悩みを細い電波なりに解決していこうっていうコーナーなのさ。それじゃあ今日の悩みを持ってる人、大阪の方です。ペンネーム塩木人とめさんです。伊集院さんこんばんは。伊集院さんなんてやめろよ、おい光とか兄貴でいいんだよ。僕の相談に乗ってください。僕の家の近所に南極はわしの土地だという親父がいます。僕がそんならうちにも少し分けてくださいよと頼んでもダメと相手にしてくれません。こいつを懲らしめる良い方法を教えてください。また僕も南極が欲しいんですが、乗っ取る良い方法はないんでしょうか。懲らしめなくていいんですよ。懲らしめないで、僕のアドバイス聞いて、懲らしめるという君の方法論は間違ってる。気に入られて、気に入られて分けてもらうなんですよね。多分間違ってるかもしれないんですけど、法律上で知らない人の土地でも誰にも注意されないで20年間住むと自分の土地になってしまうという法律があるんですよね。っていうことは、南極は今誰のものかっていうと、昭和基地とかパーマステーション以外は、ペンギンのものです。
基本的に20年間誰にも立ち退き勧告をされずに南極に住み続けた人は、人はペンギンですから、ペンギンのものなのです。ということはこのおじさんが足を閉じたっていうことは、このおじさんはペンギンですそういう論法になり立ちますので、毎日イワシをあげようね、毎日このおじさんにイワシをあげたりとか、多分ですね、オスの皇帝ペンギンだと推測しますので、人間に見えるほど大きいということは、オスの皇帝ペンギンはですね、卵を温めることで有名ですから、股間の卵を代わりに温めてあげる等の、コミュニケーションを図れば、あれだけ広い南極大陸ですから、少しくれます。それは間違いない。そういう方法で昭和基地とか作ってますから。昭和基地とかもペンギンの卵を代わりにみんなが抱いてあげたりとかして、ペンギンにじゃあこの辺あげるよって言われてもらってるところですから、このおじさんの股間にある卵を抱いてあげることで、あなたは南極の土地をもらえます。間違いないですね、間違いないんじゃないかな。あ、ちょっと覚悟はしておけです、いわゆる。それじゃあ今日は1枚ぐらいですか、1枚ぐらいですか、買いました。後ほど時間があったらね、このコーナー以外にも私、うん、お前らがそんなに悩んでるんならもういいよキャラみんな悩んで大きくなったのコーナーは、もう俺以外の人には弁護士さんにも、それから命の電話にもちょっと相談できないと、でも死ぬっていうような、もう切実なね、悩みをですね、皆さんのポルカノの中に詰まったですね、切実な悩みを、お待ちしております。郵便番号 107-06 TBS ラジオ伊集院光のアップス、みんな悩んで大きくなったのかかりまで。ファックスイートももらいっぱなしで、俺が家に帰って読んでるだけってはちょっと申し訳ないで、ただ家にちゃんと持って帰ってんだけはちゃんと信じてな。で、番組を読みましょうっていうことで、ちょっと今日のテーマとは普通の関係ない普通のファックスね、ペネームビンゴゲーム新宿中井、テーマとは関係ない頃ですけれども、ファミコンスペースワールドというのを見てきました。任天堂の新しい64ビットのマシンは確かに絵がすごい、コントローラーもなかなかいいもんでした。4月の21日に発売だそうです。あと、ドラクエの新しいのやファイアーエンブレム、等を見てきましたなんていうのが書いてあるんですけどね。僕も行ってきたんですよ、スペースワールド64。俺行ったの金曜日かな。マスコミ招待っていう日があるんですよね。で、業界人だから伊集院さんマスコミ招待に入れるんだなと思うでしょ、レポーターね。で、行ったっすよ、行ったっすよ。で、レポーター30分で終わってるのに8時間ぐらいいましたね、僕ね、あそこの会場にね。すごいぞ。任天堂の64ビット機っていうのは、まあ、ゲームに興味ない人に言っておくと、要するにスーパーファミコンの新しいやつで、一応開発までのプロジェクト名はウルトラファミコンって言われてたやつなんですけどね。これ今までのスーパーファミコンっていうのは、まあファミコン自体の頭の良さと言っとこうか、脳みそ。脳みそってのは何ビットっていう数え方なんだけど、まあ一番単純だったのは最初のファミコンの8ビットっていうのが単純で、まあ売買ゲームで増えてくるんだけど、今までのスーパーファミコンは16ビットだったんですよ。で、プレイステーションとかセガサターンっていう、それより後に出てきた機種は32ビットで驚異的と言われてたわけですわ。これが64ビットっていうんだから、これはもうすごい話だ。あ、これすごい話の単位っていうのはね、任天堂の社長の記者会見で聞いたんだけど、マスコミ招待だからね、レポーターだけどもね、言ったっすけども、このウルトラ64っていうのは、まあこのウルトラ64が発売されるまで、まあ今現在っていう言い方でいいのかな、今現在これと同じ CG が、 CG を動かすことのできるコンピューターっていうのはいくらするかっていうと600万円強らしいんですよ。それが2万5千円で出るんですよ。嘘みたいな話でしょ。2万5千円で出るんですよ。これね、本当にすごかったわ。で、これがどれぐらい世界的に注目されてるかっていうと、なんていうのかな、普通ファミコンの新製品出ますよ、ドラクエ出ますよ、記者会見ですよっていうと、ファミコン雑誌の人がいっぱい来るじゃないですか。違うんですよ。BBC とか CNN とか来てるんですよ。アメリカでも売れるもんだから。でいて、ざっと計算すると、これ1台2万5千円で出て、なんで2万5千円出せるかっていうと、今まではこの600万円した理由っていうのは、要するに日本中で買う人って100人しかいませんっていうと、要するに工場で作る経費、金型から始まって生産工程のベルトコンベアから始まって、それを100等分、儲けを乗っけた上に100等分しなきゃならないわけじゃないですか。だから例えば普通の8ミリビデオのハンディカムっていうのも、1台作るだけだとだいたい1億円ぐらいかかるんですって。あれって1台作るだけだと1億円なんです。それを何千台何千万台って作るから20万円になるのと一緒の考え方で、任天堂はこれを500万台作るんですよ。
プレイステーションが目指せ100万台とかおめでとう100万台言ってる時に一気に500万台出すんですよ。社長曰く、うん、それでも売り切れになるからっていう理由で。で、500万台いっぺんに作ると、要するにみんなで割り勘で工場建てるようなもんだから、2万5000出せるわけですわ。でもね、ざっと考えてみるソフトが1本、ソフトもすごい安いんだけど、9800円だから、両方束で買って、まあ、3万円強だわな。3万円で初日に全部多分売り切れるだろうと、このウルトラ64は。だから、一人頭3万円を500万台っていうことは、え、ちょっと待って、え、嘘。3万円を500万台っていうことは、え、嘘、え、1億5000万で聞くか、1億5000万じゃないだろう。え、俺たちみんなバカか、俺たちは。え、2万5000円でしょ、5000円でしょ、ね、これを1万人買うと、もうそれだけで2億5000万だから、2億5000万だから、これが500万って言うと、1500億嘘。あの花札屋に任天堂こそ1500億じゃんか。3万円かける、やっべえ、俺たち小銭の計算しかできない。今スタッフ全員が頭からでかいハテナだよ。ちょっとみんな早く分かってんだろ。え、今俺不意に話し始めて分かるんだ。え、3万円かける500万っていくつだよ。3万円かける100万が1234561101001000万、億10億100億1000、1000億いかん、やっぱり1500億だろ。1500億だろ。大統領って書いたら花札何件すればいいの、あれは。そういう値段が任天堂に入っていくわけですよ。これ時報どこじゃねえよお前。それ考えるだけでもすごいんだよ。俺なんかコンピューターすごい好きな人だから考えると、今自分がコンピューターに結構僕お金かけてるんですよ。もうこの5年ぐらいで何百万っていう単位になってるんですけどね。バカバカしくてやってられないよ。すんごい綺麗だから、マリオが動いてたんだけど、すごい綺麗でね。これね、ゲーム好きじゃない人もね、ちょっと注目して見てると、うわ、こんな時代かよおいっていう状況っすよ。じゃあ続いてちょっとこのコーナー行きましょう。もしもし、マンデー、何を病んで、あんなことこんなことどんなこと、みんなの疑問みんなで解決さ、君の言葉の欠陥にどっかい、光ファイバーのケーブルを直解、超電流機関、もしもし、インチューインターネット、インターネット。1500億円だよ。で、うちの構成を担当しているさ、一応 大バカ誰が一人いるんですけどね、そいつがね、同じイベントに行ったんですよ。で、すごかったなーって話してて、俺はその2万5000円であの機械が出るんだなっていうのを話しかけようとするより先に、すごかったっすよ、ジュースタダですもんだって。ジュースタダっていうのがそんなにすごいのかっていう、もうジュースタダなんすよって。ドクターペッパーもだって、ドクターペッパータダだってあんま関係ねえじゃねえかよと思いながら、でもすごかった。でもなんかね、本当にすごくて、あの警戒が厳重っていうか、まず許可証がないと、普通に持ってるカメラとかでも、あの画面は撮影禁止、コントローラーの形とかも撮影禁止で、許可を取った人だけが、で、アメリカとかイギリスのメディアの人たちがずらー長蛇の列でしたわ。アメリカ人がマリオ一生懸命やってんのって笑うよな。結構マリオと同じような顔してるやつまでな。で、ルイージがいねえんだまして。まあね、まあ、そんなこんなでちょっとですね、1500億で腰を抜かした後はですね、インターネットなんですけど、今何勝何敗かもう忘れましたけど、まあ約5割ですね。約5割の勝率で、みんなの悩みを私解決してますけれども、先週からですね、私、宿題になったのが、神奈川県ペンネーム青い靴紐からの、調べてほしいことは、なぜ樋口薬局、かっこ薬樋口の、目標は1327点という中途半端な数字なのかということです。でもそれだけでは簡単すぎると思うので、CM の中で社長らしき人が乗っている像の行方も調べてください。お願いします。あとそうだ、松本清本人の声も聞きたいです。3個中2個分かれば勝ちでいいということなんですが、基本的に今回の取材はですね、僕ね、日本人捨てた本じゃないなというですね、そんなにグローバルなものか、いう感覚だったんですが、じゃあまずはですね、薬樋口、樋口薬局の方からまずとりあえず片付けていこうということで、TBS のすぐそばにある赤坂店の電話番号が、一番簡単に分かったんで、袋があったから、一応、いきなりかけてみたテープから言いましょう。はい、こちらの赤坂です。あ、もしもし、お忙しいところすいません。はい、そちら樋口薬局さんですよね。はい。そちらのですね、樋口薬局さんは、はい、何号店になるんでしょうか。あ、ですね、はい、樋口薬局さんってこう、目標1327点っていうあの樋口薬局さんの、はいはい、今、そちらのお店だと何番目とかって分かりますでしょうか。
とちょっとわからないんで、はい、本部に聞いていただけますか。本部があるんですか。はい、本部の俺が何がすごいかって言ってもいきなりかけた上に僕は TBS って名乗ってないんですよ。 TBS って名乗ってないとか誰とも名乗ってないんですよ。いきなり何番目ですかって聞いてうんって止まってるから、だから1327点って言ってるじゃないですか。あれのうち何番目なんですか。わかりません。それじゃあ本部をって言って本部の電話番号を教えてくれる。これはなんかね、やじゃん。俺が薬屋さんで例えばアルバイトとかで行って、そんなあんた誰だこの忙しいのに、ちくしょう当時舐めやがれってぐらいのことは言うじゃないですかね。バイオミン X 買いやがれのことは俺は言うじゃないですか。それをここまでまずあまりにすんなり本社の電話番号、一応大阪らしいんですよ。あの頭の、市外局番を見ると、で一応ですね、大阪の本部にすんなりアクセスしました。もしもし、あの樋口薬局さんの目標1327点の、はい、こう半端な数字じゃないですか、はい、根拠というのは 何なんでしょうという、はい、当初あの始めた時が全国の1割ですね、427点っていうのを目標にやってたんですよ。最初は427点だったんですか。はい、はい、それでこれあの達成したんで、はい、最初の4を1と3に分けたんですよ。あ、なるほど。それで1327点っていう目標だったんですけども、もともとは427だったんですか。はい、これあっさりですね、第一の疑問解決しちゃったんですよ。あのね、当時全国の薬局の数が、4270点あったんで、シェア 10%、 その1割を全部樋口の旗のもとに集めようということになって427点って言ったらすぐにクリアしちゃったんだって。だから400の頭の4を1と3に分けて1327点にしたんだって。いろいろ今回アドバイスなんかいただいたんですけど、中に3月27日生まれなのでとかいろいろあったんですよ。あったんです。社長が3月27日生まれだったからとかいうのあったんですけど、それは全てガセです。全てガセで、これは427点をクリアしたので、1327点になりましたと。でこれもすごいことは、私名乗ってません。全く TBS とも何とも言わなくて、いきなりの電話です、はっきり言って。で、この後ですね、いろいろ話を取材した結果、もう一個大きな疑問が残ってるんですよ。これで終わりじゃないんですよ。ね、あのこいついい読みですよね。でもそれだけでは簡単すぎると思うので、CM の中で社長らしき人が乗っている象の行方を調べてほしいっていうんで、CM の制作会社がどうなのかっていうのを聞いたら、当時 CM を作ったのは貢献企画だと。で電話番号を教わって貢献企画の方にかけてみました。はい、貢献企画です。貢献企画さんですか。はい、そうです。お忙しいところすみません。はい。私は TBS ラジオのものなんですけども、はい、あのですね、はい、貢献企画で多分担当してらっしゃったと思うんですけども、はい、樋口薬局の CM のですね、はい、ことについて一番詳しい方いらっしゃったらお願いしたいんですが。わかりました、少々お待ちくださいませ。はい、あ、お電話かかりました。もしもし。もしもし。あのですね、はい、お忙しいところすいませんがですね、はい、樋口薬局の CM についてちょっと調べ物をしているんですが、はい、あのですね、あ、いつ頃作られたものなんでしょうか。あの、だいぶ経ちますけどね。少々間違えたね。はい、はい、もしもし、はい、すいません、お待たせしました、はい、約ね8年ほど前ですね。そんな最近ですか。になるということです、はい、そうですか。あのあれですよね、象にまたがってってやつですね。そうです、そうです、そうです、はいはいはい、その象にまたがってるやつなんですよ。あれ8年前ですか。あのぐらいにね、一度改訂版ということで、作らせていただいておりますんで、あの映像自体はもう少し年代は経つかと思うんですけれどもね。例えばですね、はい、その撮影に立ち会ってた方とかっていらっしゃいますかね。もう少しお時間いただけますか。はい、結構です。すみません。もしもし、はい、あのお電話変わりました、はいはい、山と申します。あ、それでね、あの私どもが撮ったのではないんですけれども、はい、たまたまあのこれはね、1987年の7月に、はい、あの樋口さんがあの主催なさいます、あの旅行に私行ったものなんです、はい、でその時にね、あのチェンマイ
からあのバンコクに入りましたときに、はい、確かの樋口様の社長様先にお出かけになっておりまして、コマーシャルを撮るんだっておっしゃっておられまして、大変な機材を持ち込んで大変だったっておっしゃってたのを記憶にありますので、はい、ということは1987年の7月の初めにお撮りになってるんじゃないかと思うんですが、1987年の7月初め現在に、はい、チェンマイかバンコクあたりにいた像というとこまでですか。そうなんです。そうですか。はい、だからもう8年経っておりますからね、その像が、あの多分像長生きでしょうから生きてはいると思いますけれども、はい、あのこの像だったっていうことはわからないと思います。それもね、あの太王国のね王様の像とかって言うんでしたらこれだってわかりますけれどもね、はい、あの多分普通の像であったはずですので。そうですか、はい、いわゆる打像だったらどこにでもいる像だったわけですね。そのはずなんですが、はあ、あのですね、あれはチェンマイだと思います。一応ですね、ご尽力いただきまして分かったことはですね、1987年にタイにいたその辺の像という、そこまでしか絞り込みができなくて、どこにでもいる像だったということですね。であともっと一個笑ったのは、イグジトラベルの社長はその足でそのまま社員旅行に合流したという言葉で、象に乗ってもまたぐらい象の匂いしてる状況で社員旅行に合流ね、それが分かったんですよ。ということは逆に言えば象はすみません特定できませんでした。でいて1327点の原因は特定できたので、ここまで一応一勝一敗というか2個分かればいいわけでしょ。一勝一敗で、あの樋口薬局もしくは関連企業の方、本当にありがとうございました。すごくすがすがしい気持ちになりました。あのこんな取材があるんだと、僕はすごく自分のように電話かかってこういうのあったらはすごい嫌な気持ちになってしまう人なのにもかかわらずこういう企画をやっているという矛盾なんですが、ありがとうございました。で松本清、ラジオ出演交渉大作戦の方はですね、一応松本清薬局いっぱいありますがどこかしらにはおるだろうということで、一応ですね電話帳で片っ端から松本清にかけました。毎度ありがとうございます。松本清司薬局の宮田でございます。あのお忙しいところすいませんけれども、はい、松本清司さんご本人というのはそちらのお店にいらっしゃいますか。あ、いないですけど。あ、そうですか。はい、どうもすいません、ありがとうございました。あのですね、はい、あの松本清司さんご本人というのはそちらのお店にいらっしゃいますか。はい、松本清司さんのご本人というのはそちらのお店にいらっしゃいますか。いません。本社です。あ、本社ですか。はい、ありがとうございます。松本清司自動通り店です。あのですね、はい、そちらのお店にあの松本清司さんのご本人っていらっしゃるときありますか。いや、それはないですね。あ、ないですか。はい、今日もいらっしゃらないですか。本社の方ですね。そうですか。支店回りはしてないですね。そうですか。はい、例えば何年かに1回とかご本人いらっしゃるとかもないですか。うん、ちょっと来たことはないですね。わかりました、どうもありがとうございました。はいはい、失礼します。毎度ありがとうございます。松本清東十条店です。そちらのお店にですね、はい、松本清さんのご本人はいらっしゃいますか。いや、ここにはいないんですけれども。そうですか。はい、どちらに。本社もあるんですけれども。本社の方か、あとは自宅になってしまうと思うんですよ。はい、あ、2カ所に絞られました。本社が自宅です。でいてここのすごい水業界一軒も名乗ってません。一軒も名乗ってないですけども、皆さん丁寧なお手、これ多分ね本社で教育されてると思うんですよ。きちんとした社員教育っていうかフランチャイズ教育ができてるか、たまたまいい人に当たってるか、全部でですね、十数件かけさせてもらいましたけれども、全てのところが本当にあったかい応対で、はーって言ったのに、もう本社にいるか自宅にいるという話を途中で僕ちょっと怒られたくなって、聞いてて分かった人分かったと思うので、かなり僕とのキャラで僕とのキャラに変えて、とか言ってるんですけど、それも全部あったかく答えてくれて、本社か自宅で、自宅の電話番号はさすがに分からないということなんで、本社かけました。松本清司でございます。そちらにですね、はい、こちら本店ですよね。はい、そうですけれども、そちらに松本清司さんの、はい、ご本人っていうのはいらっしゃるんですか。
もう松本九州はなくなってるんですけれども。あ、そうなんですか。はい、松本九州さんっていうのは、はい、元々の社長さんなんですか。はい、そうです。あ、いつ頃亡くなったんですか。じゃあちょっとお電話を回しますので。あ、はい、恐れ入りますがどちら様でしょうか。あ、私ラジオの TBS ラジオというところで、はい、今番組資料を作っているものなんですが。そうですか、少々お待ちいただきますか。はい、すみません。初めて名乗ったよ、この取材において。お電話変わりました、大久保でございます。お忙しいところすいません。はい、今松本清さんはどちらにいるのかというのを探していたんですが、もう亡くなってるんですか。そうなんです。あ、そうなんです。松本清さんは、ということはもともとの社長さんなんですか。さようでございます。もし失礼なければいつ頃亡くなられたのかが知りたいんですが。何やってんの。あ、今ですね、すいません、ラジオの TBS ラジオというところで、はい、ちょっとこういう質問が来まして、ええ、ご本人にラジオに出ていただきたいというような話があってですね、ええ、調べていたところ、ええ、亡くなったという話を聞かされたんですが、ええ、もしよろしければ、ええ、ではいつ頃亡くなったかとかというのを答えとして、ええ、知りたいんですけれども、ええ、そうですか。はい、ちょっと待ってください。はい、すいません。向こうの方で小さい声で、仙台の社長の亡くなった日付とか。もしも、はい、はい、昭和48年、はい、5月21日。あ、そうなんですか。あ、今現在は社長さんは、じゃ松本清さんでもないんですか。社長は長男の松本和奈。あ、そうですか。はい、お店の名前が変わったりすることはないんですか。お店は変わらないですね。松本清の名前のままずっと。そのまま。あ、そうですか。じゃあ当然あれですよね、松本清仙台社長の声をラジオに出すことはもう不可能なんですね。声ですか。ええ、声は不可能でしょうね。そうですか。声を出すとすれば、もしあるとすれば、ええ、市役所、松戸市役所のですね、ええ、広報の方にお尋ねいただいて、ええ、あるかどうかお尋ねしてもらうような形になりますかね。あ、取ってあるこう記録とかテープみたいなものが、松戸市の市長をやってましたから。松戸市の市長をやってた方なんですか。そうですよ。市の行政の中でね、ええ、すぐやるかという課を作った方は松本清さん。じゃあ最初は薬屋さんをやられていて、ね、松戸市近辺では常識らしいんですよ。向こうの人、そうですよそうですよ、松戸市ですぐやるかという課を作ったのが松本清ですからって言うんで、これ知ってたか。俺全然知らないですよ。俺だって本当に一番最初、その松本清初めて俺たちが見かけ出した頃は、巨人に中畑清と、何ヤッターマンの仲間、中畑清と、青い稲妻松本忠っていうのが二人いて、俺それを合わせたジャイアンツファンの店なのかって本当に思ったぐらいだから。で、一応もう僕追跡調査で声出せば僕の勝ちですから、松戸市役所、かけました。あ、もしもし、はい、松戸市役所さんですか。そうです。ですね、すぐやるかの方にお電話つないでいただくことができますか。はい。すぐやるかあるんだよ、おい。松本清が作ったすぐやるか。お勧めてるな。はい、すぐやるかです。あ、もしもし、お忙しいところすいませんが、はい、ですね、そちらのすぐやるかというのは、はい、千の松本清市長が作られたか。そうですね。ですよね。はい、でいてですね、そんなことをちょっと聞いたんですが、私ラジオの TBS と申しますが、はい、ですね、松本清前市長の、はい、お声とかが例えばテープで残ってるようなことないですかね。ないですね。あ、そうですか。松本清さん、まあ僕らはお薬屋さんとしてよく知ってるんですが、ゲストに出ていただこうと思ったらもう亡くなってるということで、お声のテープ少しも残ってないですかね。ちょっとないですね。うわ、ここでね、なかったんですよ。で、いろいろね、コンピューターで松本清の骨格から声を作る豊臣秀吉みたいな、ああいうのもできねえかなと思ったんだけど、そういうこう、あれをやるには松本清の前、横、後ろっていう、ドア玉の写真とかいるらしいんですよ。ああ、ここまで頑張ったのに、今回これ負けですね。負けなんすね、俺ね。2個クリアできなかった。うわ、でもお前、ああ、像見つけて、無理無理。ああ。
そういうことでですね、一応松本清伊豆デードだったですね、和ズデードだったですね。でも俺は先代の松本清の意志が全ての視点に伝わってるぞ清、よかったな。さあそれで、今週の、宿題なんですけど、今週の宿題すごい難しいですね。板橋区片岡孝義ひったねえ字でハガキに、ヒグマとツキノワグマはどっちが偉いんですか。調べておきます。どっちが偉いかね、どっちが偉いかでいいのね、強いかじゃないのね、偉い臭いかでもないのね、楽勝です。来週までに、ヒグマとツキノワグマどっちが偉いかどう調べんだよそれ。さて、レイカファンの皆さんお待たせしました。最近ね、レイカちゃんがちょっとやんちゃなおかげで松宮アナウンサーと目が合わせられませんね。でもレイカちゃん今日も破天荒ぶりを発揮してくれるんでしょうか。豚頭レイカの少しだけメランコリー、どうぞ。日本全国の廉価ファンこと濡れ雑巾を頭からかぶって喜んでる人々から届いた素敵なパイムパイムを読んで私のコーナー始めたいと思います。今日はラジオネーム先生、離婚すんなよ、離婚すんなよ、優しい生徒さんなんですね。先生離婚すんなよ、すっときゃぶったくれよ医者よ。廉価からのメッセージ、ポエム小春日和。小春日和の日だまりに寝ていると、しりこ玉を取られたみたいにいい気持ち。でも街はクリスマス色に染まりかけてる。子供の頃はずっと煙突からサンタさんが出刃持って泣く子いねえか泣く子いねえかってきて酒かっくらかってずらかると思ってた。生ハゲと書いてカッコサンタなんていないって人は言うけど、私はずっと信じてる。もし会えたら絶対しもべにしてみせる。そうそう、レイカもちっちゃい時にサンタが来て、でいてなんか隣の子はサンタがママにキスをしたとかそんなこと言ってたんだけど、うちはパパにキスしたんで、なんじゃこりゃって松田優作死に様ばりに思ったんだけれども、したらホモの呼ばいでちょっとがっかりみたいなことがあってから、本物のサンタを待ち続けてるの。その時のためのグリーンベレーでの稽古だから。それじゃあ今夜もレイカと少しだけ、せーの、メーラーンコーリー青じそ。豚頭レイカの少しだけメランコリー。この番組は明日は昨日の2日後、トータルアミューズメントカンパニー風小僧グループがお送りします。風小僧グループ脊髄ハウスがお届けするレイカのオタク拝見。今日は横浜市の柴田さんのお宅に行く予定だったんですけど、すっげーめんどくさくなったんで近場ということで小林アナの家に来てます。バーン。レイカちゃん、なんでうち来たの、うん、今日横浜の柴田さん家じゃないんです。センターは脳がき垂れてんじゃねえよ、このところてやな。とっとと上がらせろ。ちょっと、レイカちゃん、ちょっと待って。キープ。うわ、この便器。ターゲット発見、ターゲット発見。破壊。ちょっと何すんだよ、ちょっとやめてよ。ちょっと、あのね、これね、レイカからのお土産の腐りかけのサバ、冷蔵庫にぶち込んどくね。臭い、ちょっとそんなことしてさ、冷蔵庫臭いじゃないよ。キャナー。何あ、これはね、あのね、この部屋の香りを良くするために犬10匹プレゼントしてる。話しがいい。やめて、もうお願いだからもう帰ってよ。ちょっと、ね、このフローリングの床にね、浅草のりを敷き詰めとくね。浅草のり湿気を帯びてくると味付けだからベトベト。ダメだいもん、そういうのちょっとやめて。そうですよ、なんかかまけんと卵をいっぱい。さて、レイカちゃん、来週はどのお宅へ伺うのでしょうか。風小僧グループ脊髄ハウスがお届けしたレイカのお宅拝見でした。豚頭レイカの少しだけメランコリー。
なんかママにピアスダメって言われたから今日ちょっとブルー。だからブルネ王国の王様とかってさ、なんかさいいって感じで、あ、始まってるバッバッバウィーブメイクです。みんなは超ムカついた時ってどうやって気を紛らわしてるの？大声上げたりとか物に当たったり。困ったじゃん。ダメ。レイカはね、透析。大声上げると喉が枯れちゃったり、物に当たると手とか足が痛くなったりするけど、透析だったらどこも痛くならないし、うまい具合に猫に当たったらニャンとか向こうから聞こえたりとかして、うわー50メートル先ほどとか結構思えるし、やっぱり透析透析面白いよと聞けるから。でもね、危ないから人にぶつけちゃノンノン。へへ、ちょっぴり優等生発言だったかしら。それではみんなから届いたお便りを紹介しちゃいたいと思わざりけりセミマル。一人目、神奈川県鎌倉市バイダブリーハイティさん。おはこんばんちは。じゃ、ブタレイ。僕が今回お便りをしたのは、ある友達からすんごい噂を聞いたからです。略して、沢田千佳子の子供の親。その噂とは、ブタレイが、あの日テレの大好きのカバーガールをやっていたというものです。この情報は絶対絶対本当ですよねって来てますけども、本当本当本当。あのね、あのね、いろんなバージョンをね撮ってね、ヘミエミがね、ヘミエミが、あ、みんなの呼び方だとヘミエミリがね、ね、大蛇の子が、ヘミエミリよりも私の方が超綺麗っていうことで、あ、やることになって、ね、先週ね、オンエアされたやつ、見た見た。私、カバーガールだけじゃなくて、出てるわよ。あの、静かなるドンと一緒に、ね。自称俳優と一緒に出てるわよ、私。あのね、トゲ抜き地蔵の閉まってるお店のシャッターに、地獄絵図を描く回だったの、先週は。見たでしょ、見たでしょ。で、撮影の時に、やっぱり内容に合ってるようにスタッフの人から、地獄の門番をイメージしてやってくれ、と私言われて、すごく難しくして、何回も何回も NG 出したんですよ。で、脳書きを置いといて、早速ですね、中田さんが作ってくれたテープをですね、ここは読まないのね、ここは言わないのね、言わないのね。私が大好きに出た時のコマーシャルの時のこうちょっと振り向いていい女っていう感じの、ここ抜きどこ的、タイミングのやつがあるんで、ちょっとね、聞いてもらいましょう。まず一つ目はこれです。はい、ペスペスペス、かわいいね。ウルーとかワンとかじゃないだろお前。ぜひかわいいシーンって言ってた。耳ちぎるぞてめえ。大好き。これすごい評判良かったの、めちゃくちゃ。私がね、トタケンをスピッツ扱うかごとくに扱う女っていうんでね、全国のトップブリーダーからまた見せてっていう感じでね、もうなんか地獄絵図のイメージがぴったりっていうんで褒められたやつ。あともう一個は水着のやつ、水着のやつ、あれある、あれある、水着で私がプール飛び込むやつある。なるのーね。それじゃあ それも聞いて。はい、レイカプール怖い、お水怖い。ママよ、ダブルエネルギー最高、パイポロパイポロ、おっぱいポロリ、すごくポロリだったの。この他にもね、いっぱい撮ったんだけど NG が多くて、最初ね、台本にも大好きっていうのがローマ字で書いてあって、最初ね、すごい可愛く言ったの、飛び込んだ後にデスマスクって言っちゃって、読み違い読み違いで、カタカナで直してもらって言えたっていうような、ちょっとこれじゃあ、これからも私たちを困らせない程度のオンエア要求とかも断固出してね。それじゃあですね、おはがきいきまーす。今日は1枚ぐらいしか読めないかな。東京都の山田太郎プラスさん、レイカちゃん、バワーン、バワーン。
ちゃんに質問です。レイカちゃんはボムなどのアイドル雑誌はもちろんのこと、最近はセブンティーンやアンガンなど数々の人気雑誌の表紙を飾ってきましたが、次は来週発売のマーダーケースブックの表紙を飾るそうですが、そのサブタイトルは何ですか？僕の予想では西日暮里の連続爆弾魔だと思うんですが、本当は何ですか？編集長に怒られちゃうかな、マーダーケースブックの言っちゃったら。あのね、西日暮里の連続爆弾魔は NG になって、私のやりたいって言った特集のサブタイトルになったんだけど、ザ・撲殺その2ドンキ、言っちゃった、木の根っこから魚肉ハムまで、そういうタイトルで私がいろんな人をね、撲殺まがいのことをしてるところの写真がいっぱい出てて、見どころいっぱい、ぜひぜひ買って読んでね、お願いね。そういうことで、これからもみんなのお便りをいっぱい待ってまーす。今週ももうお別れの時間になってしまいました。にょっという間でした。レイカの番組ではレイカへの質問やご相談、ご宴会、ごレンジャー等のおはがきをすんごく待ってます。中田ディレクターとか松宮アナウンサーを困らすような裏レイカ情報などのお便りをいっぱい待ってるものの、伊集院さんがちょっと迷惑とか言うのが全然わからない、あの人昇進ものすぎ、松宮なんて松宮じゃん的発言ができないから。宛先は郵便番号 107-06 TBS ラジオ伊集院光のアップス内、豚頭霊下の少しだけメランコリー、略して犬ポストの係まで。ハガキを紹介した人全員には霊下のブロマイドを、ムカついたハガキをよこしたやつの家にはカマキリの卵を山ほど毎日投げ入れて、春になったら大惨事っていう寸法です。それでは霊下からみんなへのラストメッセージ。この人モグネジ食べてるよ。ぶったかしらレイカでした。バイバーイ。ぶたがしらレイカの少しだけメランコリー。この番組は明日は昨日の2日後、トータルアミューズメントカンパニー風小僧グループがお送りしました。まあ、僕がレイカちゃん、レイカちゃん、僕もレイカちゃんファンだし、レイカちゃんには好きなことを喋ってほしいから、うん、レイカちゃんの番組内容に口出す必要はないんだけども、松宮さんはね、中4週ぐらい開けた方が開けた方、なんでかはわからないけれども、中4週ぐらいはそういうテープはね、ないと当番感覚ないと肩壊れちゃうから、もう結構ベテランだからね、広島の大野並みの扱いにした方がいいから、ちょっと開けようね。でもいろんなおはがき待ってます。レイカプール怖い、お水怖い、ママよ。バーバーにメルゴリー Yes, TBS 上下左右 P A スタート。コンピューターゲームの14インチの画面は今や無限の四角いジャングル。ゲームセンターで虎が獅子が今日も吠える。来るべきゲームキャラはこれだ、バーチョファイターセブン。スタート。まあバーチャファイターシリーズはセガのものだから、任天堂のその任天堂64って新しい機械には移植されなそうなんですけど、では出なそうなんですけど、でもね、あの機械作ってこういう格闘モンとか作ったら、まさに俺らの今出してる企画書の数々はもうすぐゴーサインだね。もう絶対そうだって。64ビットの力と任天堂の力を持ってすれば、もうすぐにバーチャクリタ寛一ぐらいはもうできますよ。ね。そこで、今、任天堂の産業スパイたちが今聞いているというこのコーナー。埼玉県ベンネーム高木ブーさんからなんですけど、バーチャクリタ寛一、今話してた。A ボタン。モノマネ王座のオープニングにルパン三世の格好で、ルパン三世のセリフを栗田寛一の声で叫びながら颯爽と登場。B ボタン1回戦森進一の格好で森進一の歌を栗田寛一の声で熱唱。 X ボタン審査発表モード、10点9点10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 点9点9点10点マイナス20万点とアリスの方がマイナス20万点を押したために篠崎未知の松田聖子に大差で敗れる。 Y ボタン栗田切れて
素直にモノマネ四天王の俺を1回戦で落として数字取れると思ってんのか、こっち来やがれと凄むが、オリコンの小池社長に早く帰んないとドラゴンボール Z が始まっちゃうよクリと言われいけねえこんな番組出てる場合じゃねえよと急いで帰宅A 右 Y 後日プロデューサーから電話で、お前いない方が数字良かったよ、四天王に角川博士入れといたから適当に消えてと言われる。 B 左 X 俺には映画のルパンがあるさと思い、俺には映画のルパンがあるさと思い直すも、いつまで経っても続編の話はなく、大山信代が死んだ時に備えてドラえもんの特訓を始める。ねえ、いいや、もう別にゲームじゃねえけど、できるって64ビットマシンだわ、もう絶対できる。64ビットマシンは魔法か。ねえ、おじゃ、続いてバーチャファイター7、ペンネーム高井正幸、北海道からありがとう。バーチャネズミ、 A ボタン走る、B ボタン中となく、ここまではできるんですよ。だからネズミのキャラがあって、 A ボタン押すと走って、いっぱい押すと速く走るとかでしょ。で B ボタン押すたびにで泣きゃいいわけでしょ。 X ボタン家の隅の小さな隙間を見つけて逃げる、これもできそうだな。 Y ボタン日野翔平張りの勢力で一回10匹種付けしちゃう、いわゆるネズミさんモード突入、画面上にバンバン増えてくんだネズミ。 XBAALR 周りにいかにも捕まえますよと言わんばかりの金網があるにもかかわらず、中にあるチーズ欲しさにネズミ捕りに引っかかってしまうバカっぷりモード。 LBXXAB 焦点の大喜利の小話で、この前ね捕まえたネズミは大きいぞ、いや小さい、大きい、いや小さい、そう言ってたらネズミが言ったんだチューなんてネタにされちゃうモード。どういう CG なんだそれは画面的には。XLRRAXB 家で飼っている猫に追われ、目の前が壁になるが、軽い身のこなしで後ろから突進してくる猫を避け、勢い余った猫は自らにブレーキをかけようとするが効かず、そのまま壁を通り抜け、突き抜け、壁に両手両端を広げた状態の穴ができてしまうトムとジェリー攻撃。 LBBXLRXわあ何かいい匂いがするなぁと思ったら、それはネズミ駆除の薬の匂いで死ぬ僕すごく思うんですけど、僕すごくこのコーナーで一番思うことは、その LBBXLRX っていうその難しいボタンをパパパパパって押して自ら死ぬ理由が僕すごくわからないんですけど、死ぬって分かってて工夫する理由がわかんないんですけどね。続いてペンネーム俺はデブッチョ沖縄、すげえな北海道の後沖縄から長きって、なんかちょっと感動だね、こんな細かいことで。バーチャサンタクロース、クリスマス商戦ですよ、クリスマス商戦に投入ですよ。 A ボタン髪を白く染める、 B ボタンひげを伸ばして白く塗る。あ、最初にスイッチを入れた段階では普通の親父なんだよ、普通の親父として出てきて A ボタンで髪を白く染める、色が変わるわけだ。で B ボタンひげを伸ばしてひげがニュルニュルって伸びて白く染まる。X ボタンソリを引くトナカイをシベリアに捕まえに行くが、ワシントン条約違反で捕まる。Y ボタン子供に配るおもちゃを作る。 L ボタン恰幅良くなる。 R ボタンクリスマスを待つ技。上下 AB 仙台の山田さん家かっこ公営団地に行くが、煙突がなくて困る、仕方なく鍵が開いているトイレの窓から侵入、しかし出っ張った腹が使えてもがく、中にも外にも行けず困っているところを山田さんかっこ頑固親父に見つかり110番通報される。右左 XRA 神戸の木下さん家に懲りもせず行くため、高速道路を時速180キロで飛ばし事故る、大事なトナカイ3匹死亡、しかも保険に入っておらず損害賠償で首が回らなくなる、全ボタン同時かっこ学生服のボタンも押す投資うんってなんだよ。もう一枚ぐらいいきますかね、もう一枚。愛知県ペンネーム GA バーチャ真田広之取扱説明書。 A ボタンドラマに出る、 B ボタン映画に出る、 X ボタン NG 大賞に出る、 Y ボタンワイドショーに出る、 L ボタンサブキャラの葉月リオナとプレイ、R ボタン敵キャラの手塚さとみとバトル右上 XRL 3人集まって競馬をするが、やる気があるのは中井貴一だけ、
左左下下 YLR サナダムシに変身、好みの女性に寄生できるが入力に失敗すると幼虫検査のセロハンに捕まりゲームオーバー。まあまあちゅうところですかね、そういうことでこんなところですか、バーチャファイター7このコーナーでハガキを読まれた人全員にはアップス特製ステッカー、面白かったハガキの人には豚霊のブロマイド、面白汁出しまくりハガキの人には、謎の風小僧グッズをプレゼントしたいと思います。郵便番号 107-06 TBS ラジオ伊集院光のアップス、バーチャファイター7の係まで待ってます。ほんじゃここで今週の曲、林浩二さん、テレビアニメバーチャファイターのテーマ曲でワイルドビジョン、それじゃハトじゃんやってるのワイルドビジョン。日本一短いデブへの手紙。いいもんじゃないってなえ思うの。もう勇気ないか今の。今のでお前勇気ないなのなのねえ、ということでですね、まあ、日本一短い母への手紙、あれいつ公開、もうそろそろ公開ですかね、もう公開されてるよ、見に行こうで、見に行こうでなあ。俺もうすげえ勇気ないちゃん好きなんすよ、めっちゃ好きだ。神さん聞いてんのにかよ、お前な、そんな好きだ。もう今本当に情けないね、今一瞬神さんの顔ぐる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 って回っちゃって、また怒ってるよ畜生、あいつ怒ると袋のまま風呂入るからな。まあちゅうことでですね、神さんの愚痴はやめろよお前、峰竜太のキャラクターはよ。そういうことでね、日本一短い私への手紙を読んで、みんなでこの手紙を書いたやつと何同じ状況を頭に浮かべてみようっていうことでね、行きましょう。ペンネーム菩薩、ペンネーム先週から最後に読むことにしたんだな。日本一短いデブへの手紙。第1回選択希望選手、読売鈴木茂23歳投手牛。嫌な革命、フェイント革命。嫌な革命、うっかり革命。ごめんなさい書いたやつごめん、これすげえ慌たしい。嫌な革命、うっかり革命。みんながうっかり革命しちゃうの面白くねえかな。うっかりテロによりね、うっかり革命をね、うっかり党が。札幌市ペンネーム青緑。おい、あっちのチームの4番外人だってよ。4番ライトポッケレ何人。やっべ、俺なんかね今ねランナーズハイ走ってもないの、なんかね朝ハイっていうかなんか深夜ハイ、ごめん。やっべ、一体全体今読んでるものは明日面白いのかっていう今とこに俺入ってますが、続いて日本一短いデブへの手紙。ケツポケットに10円入れるとウィリーする親父。ペンネームあちあちだ、ペンネーム後で読みゃいいんだよ、ダメです、すげえ混乱してるわ。日本一短いデブへの手紙。持ち帰りでスタミナ弁当3つと思い出したくない過去2つ、はい、スタメン3に嫌な過去2。日本一短いデブへの手紙。生まれたての赤ちゃん、己でへその方をぶっちぎり、ムチ代わりにして大暴れ。もしもし、TBS ですか？金八先生のオープニング映像に、ケムクジャラの全裸のバキン！今持ち合わせないからちょっと取ってくるねと言って15年何やってんだろうと思ったら某国の大統領。未
噌バター、双葉山の記録を塗り替える。ベムベラヒダ、ダメだよミオちゃん、そんなことしたら今度のポチも死んじゃうよ。食っても減らねえよ鍋。自然派の中村くん、山に放され、小一時間の間に蝶々を取っては食べ、取っては食べ、こんなところですかね。ああもうダメだ、最初の方になんかすごい俺笑っちゃいけない笑っちゃいけないと思って、俺もうっかり革命とフェイント革命すごい好きだわ。なんかうっかり革命送ってくれたのはペンネーム菩薩ね、東京都世田谷区、ペンネーム菩薩かっこ群馬嫌いだって。こいつ面白いな。嫌な革命、うっかり革命、嫌な革命、フェイント革命、高山呪うなよ悪い。村田、今学期お前無遅刻無欠席無表情だな。卵クラブ、ひよこクラブ、うろこ連合。これ一応今菩薩の下げる、菩薩これいいです、これ風小僧グッズです。あと俺これも好きだったな、札幌市ペンネーム青みどろ。おいあっちのチームの4番外人だってよ、4番ライトポッケレ、何人ポッケ。こいつすげえずるいわ。なんか早く寝なさい。やだよもう夜更かししてると、夜太りペッチョロ国防大臣。これあのね、僕昔ちょこっと話したことあるんです、すごい好きなのが、なんだっけな、お母さんが言う大バカさん太郎とかって誰なんだろうとか、うちのお母さんがよく言うのが、もうそんなわけのわからないことを言ってると、わからなむ村人とか言うんですよ、うちのお母さん。うちの町で言うんですよ、結構。わかんない言葉が言って、わからなむ村人って言うんですよ。多分どっかのわからなむ村王国の人なんだと思うんですけど、それに似た響きなんで僕すごく好きなんですけどね。今日は一応じゃあこのポッケレと、ポッケレと、うっかり革命。これ2枚が、あの、風小僧グッズで。他はですね、普通の、アップス特製ステッカーを送りたいと思います。日本一短いデブへの手紙は郵便番号 107-06 TBS ラジオ伊集院光のアップス、日本一短いデブへの手紙の係まで送ってください。ない待ってる。ないかいこれ。ほんじゃ今日最後の曲ちょっと聴いてもらいたいと思います。相変わらず私一押ししております。下町兄弟と笹本康でミモザの咲く頃。毒蜘蛛、俺がじゃなくて、毒蜘蛛報道すごいね。なんかなんだっけ、日本ではいないはずのセアカゴケグモ、セアカゴケグモっていうのが大阪は堺市でたくさん捕獲されてて大変だって言って、俺すごい疑問に思ったのが、背中が赤くてでいて、あのゴケさんってあるじゃないですか、未亡人のことを指すゴケさん、ゴケさんのクモっていう日本の名前がついてるってことを考えたら、昔から日本にいいんじゃねえのと思ったんだけれども、もしくはその名前つけたやつが持ってきちゃったんじゃねえのと思ったら、日本はアメリカで呼んでる名前とかオーストラリアで呼んでる名前を直訳してつけた名前らしいんだけどね。セアカはわかるじゃないですか、バックレッドとか、バックレッドとかだけど、未亡人って、未亡人ってなんて言うんだよな、オーストラリア語で。え、ウィドウっていうの？ロックンロールウィドウはロックンロール未亡人なの？だっせー、もうどうでもいいよ。おいでいて、あのワイドショーですごい笑ったのが、大阪の人にどう思いますかってインタビューしてるのに、いやこれからはもう雲を見ても気軽に触れへんって、いや雲はもともと気軽に触れないだろチミだと思ったんだよ。あれがね、雲でまだね、いない子しかないけど、雲でまだ良かったなと思いますね。毒蜘蛛で、毒パンダとかこう撫でたくなるようなのいるじゃないですか、もう すごい猛毒もね、よだれなんかかかっちゃったらそこがエイリアンのよだれよろしくシュワーって溶けちゃうような毒パンダね、あと毒電信柱ね、
一見日本にある電信バジャーと同じなんだけど、オーストラリアから輸入したもうすごい毒電信が混じってて、もう触ったりとか、あと何テレグラのチラシなんか貼ったらもうビビビってもう2分で死亡ね。あと毒なんとかよりもっと怖いのは、笑い雲、笑いだけみたいなやつとか怖いなと思ってね。みんな毒雲には気をつけて生きてくれと、一応今日のエンディングの言葉と書いさせていただきますけども、とりあえずですね、18日、12月の18日にですね、一応スペシャルウィークということで、毒サンタやってまいります。ね、皆さんの家の煙突のね、中でですね、首の骨が折れて詰まってて、燻製になって来年の春頃発見されるこの毒サンタ。12月18日、毒サンタのプラチナチケットプレゼントの発表があるんで、今からどんどん応募してください。今のところゲットできているチケットは、12月31日、X ジャパンの東京ドーム、1月30日の、シャランキュー、ね。で、今、頑張っているのが、12月23日のルナシー、1月13日のスピッツ、他にもですね、入手困難なチケットがあったら、郵便番号107-06 TBS ラジオ伊集院光のアップス、誰々のチケットが欲しい、誰々のチケットが欲しいの係まで、どんどん送ってください。今あなたがどれぐらい欲しいのか、誰でもいいんですよ。本来僕らが見た感じは入手簡単そうだけどもってものいいじゃないですか。だけど俺にはちょっと取れないんですよ、ポルトガルに住んでるもんでっていう人とかも結構チケットピアポルトガルに行くのが大変っていう人もいると思いますので、もう今本当は今すぐチケットピアに並べば取れるんですけれども、今ボルシチが逃げてるもんでっていう人もいるじゃないですか。これ目離したら焦げ臭いボルシチになっちゃうからなんていう人もいると思うんで、どんどんですね、誰々のチケットが欲しい、順位取れるもんなら取ってみろね。みんなもう売られた喧嘩はね、逃げますんで、どんどん送ってください。もう一回言ってみます。郵便番号107-06 TBS ラジオ伊集院光のアップス、誰々のチケットが欲しいという係までね。あとまあスペシャルウィーク毒ゲストを呼んだりとか、毒企画をつけたりとか、まあちょこちょこですね、いろんな姑息な手段を使ってですね、なんか面白いことをやっていこうということで、あと他の普通のお便りとかもとりあえず持って帰って読むね、持って帰って読むのと、あと普通のお便りがきっかけでコーナーとかもなると思いますんで、みんなですね、もう燃えるようなハガキを高橋レーシングよろしく書いてきてください。ほんじゃ俺ほらこの後俺の大好きな笑っていいともの踊りの稽古があるから、でも、森貴美子さんの自宅で、ね、森貴美子さんの揺れるおっぱいを見ながらあるんで、あ、毒蜘蛛も怖いけど毒ブラジャーも怖いね。普通のブラジャーと変わんないんだけど、もうつけちゃった、毒蜘蛛おっぱいが右だけ5倍になっちゃうっていうの怖いね。じゃあ寝るよ。ほいじゃあバイバーイ。